皆さんどうもこんにちは、映像プロデューサーリットです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、もうかなり久しぶりのね投稿になってしまいました。何かこれは絶対皆さんにお伝えした方が誰かのためになれるなるんじゃないかなって思うようなことが、そんな毎日毎日ないじゃないですか。ぶっちゃけ映像クリエイターとして何か活動している中で、何かこれ、あ、これはならいろんな人にとって役立つ情報になるんじゃないか、なりうるんじゃないかなって思ったようなことが出てきた時に皆さんとシェアしていくという、そういう風なスタイルでこれからも細々と長く続けていこうと思っておりますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。それで普段のね活動はこちらのインスタグラムの方で、日々上げております。でインスタグラムは結構サクッとねこう上げれちゃうので、まあ、YouTube と違って、まあ、本当に短尺なんですよね。なので、まあ、どんなクライアントワークしてるのかなとか、どういう風な構図で縦動画作ってるのかなとか、どうやってゼロから運用してるのかなとかね、まあ、そういったところもちょっと、まあ、参考になるっていうほどそんな大層なアカウントではまだないんですけれども、これからねどんどん伸ばしていこうと思ってるんですよ、こっちは。なのでこちらの方もフォローしておいていただけると、何かいつかお役に立てることがあるのではないかなというふうに思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。それで俺もフォローバックしてくれよっていう方はね、 DM であのフォローバックしてくださいみたいな感じで送っていただけたら、あの僕もフォローバックさせていただきます。で、いや俺いらねえよという方はもうそのままでっていう、まあ、そういった判断でお伝えしておこうと思います。フォローバックされたくねえんだけどなという方もいらっしゃるかなと思ってるので、どうぞ皆さんご理解のほどよろしくお願いいたします。フィルムレッド、はい、というわけでね、今回何の話をするかというと、あの、まあ、サムネイルの方でもね大体想像はついたと思うんですけれど、あのこれです。 SSD なんですよね。なんだよ今頃 SSD 知ってるってそんなのって思われるかとは思うんですけれど、おそらく知っておられる方もたくさんいらっしゃるのではないかな。あの皆さんプロの方だと思うので、おそらく知ってる方もいるかな、だけど知らない方もいるんじゃないかなと思ったりとかしてですね、これ僕たまたま今回見つけたんですよ。ちょっと遅かったんですけどね、以前から知ってたのは知ってたんですよ。だけどこんなに編集作業が変わるとは思ってなかったの、思いもしてなかったので、たまたま手に入れてこれはすげえってなったんですよ。でやっぱりこれはあのご存知の方はね、もうすでに使っておられる方はいらっしゃるかもしれないし、まあ、まだ使ってねえよっていう方もいらっしゃるかもしれません。で、まあ、ちょっと SSD についてね今日はお話ししていこうと思いますので、あまり興味ねえよっていう方はここで別のチャンネルの方行っていただいていいかなと思います。で SSD について、そういうちょっと知りたかったんだよねっていう方がもしいらっしゃれば、最後までご付き合いいただけますと本当に幸いでございます。よろしくお願いいたします。フィルムレッド、はい、その SSD なんですが、僕がねいつも使ってたのはこれ、皆さんも多分ご存知かと思います。これサンディスクの SSD ですね。まあこればっかり使ってたんですよ、こればっかり。で僕が今まず使っているパソコンの環境からまずお伝えしていくと、僕が今メインで使っているのが MacBook Pro の M1 Max なんですね。で、まあ、大体、メモリの方も64までもうグレードアップさせて、まあ、一番ハイスペックに、まあ、しているわけなんですけど、ストレージが 2TB だけにしてるんですよ。あんまりその 8TB とかそういうのもあるじゃないですか今はね。だけど僕は 2TB で十分だと思って、まあ、2TB にしてるんですね。で 2TB ってなると動画のファイルってすごい大きくなっていくじゃないですか。もうどんどん膨らんでいきますよね。でもうすぐに2TB なんていっぱいになっちゃうので、僕はパソコンに入れないでもう直接この SSD に全部入れて、で、まあ、これをずっとつなぎっぱなしにしてですね、パソコンに、その環境で編集ずっとしてたんですよ。で、これがまあいっぱいになってきたら、まあ、こういったここにあるこれはハードディスクですね。ハードディスク、まあ、これは WD、まあ、ワールドデジタルのハードディスクですね。で、まあまあ、こんなのとかもあったりとか、まあ、皆さんもね見たことあると思うんですよ。こういうのもみんなよく使ってる分で、衝撃とかにね割と強くできてたりとかって、まあ、ハードディスクってやっぱ衝撃とかにやっぱり弱いと思うので、こういうのも重要かなと思ったり。ただこれ 5TB あるんですよ。でこっちは 2TB しかないんですよね。なので、まあ、5TB でしかも安いですよね今ね、ハードディスクはね。なので、ここでもう編集が終わって、もうしばらくもう修正ももうこれで納品が終わりました。そこからだいたい3ヶ月ぐらいはここに入れっぱなしなんですけど、3ヶ月以降はもう全部こっちのハードディスクの方に全部移していってるんですよね。それでまあこんなの1万円ぐらいで買えるんですよ、 5TB あるのに。いい時代になりましたよね本当。こんなの昔高かったですけどね、 5TB とかってね、そもそもなかったですよ 5TB とか。でそういったものにどんどん移していくんですけど、やはりハードディスクは安価ではあるもののやっぱりスピードが遅いですよね、圧倒的に。このねワールドデジタルの速度をちょっとこれ測ってみたんです、ブラックマジックデザインの計測ソフトで。じゃあこの数値になったんです。
もうめちゃくちゃ遅いじゃないですか。もうこれでつないだ状態で動画編集なんてまずできないので、これはもう本当に保存用です。で、これも測ってみたら、ほぼほぼ同じような感じのスピードです。で SSD これもね、まあまあスピード出るんですよね、このサンディスクのね。これ本当軽くてちっちゃくて、耐久性も結構しっかりとあって、なんか壊れにくいなっていうのもあってね。ただなんかね、これねすごい不安定なんですよ。それも昔から思ってたんですけど、なんかすごい不安定だなと思ってて、なんかいい時はいいんですよね、何も問題起こらない時は起こらない。だけどなんかね、いきなりなんかこうすごく急に遅くなっちゃったりとか、なんか書き出した時になんかすごい映像が乱れたりとか、なんかそういったことがよく起こってたんですよね、たびたび。で、そういった時は一回外して、パソコンシャットダウン、再起動させて、もちろんプレミアも再起動させて、もう一回やると戻るっていうパターンが多かったので、そんなもんかなと思ってこれ使ってたんですよね。ところがです、皆さんどうですか、これ皆さん使っている方多いと思うんですけど、僕ちなみに2テラのものをずっと使ってるんですよね。で新しいのも出ましたよね、これのもっと早い版が出てますよね。これ僕一昔前のバージョンなんですよ。今もう一個新しく出たものの一個古い版の方で、速度としてはそんなに速くはないですよね、これね。そもそもですね、これとパソコンをつないでいるケーブル、これですよね。これ持ってる方はご存知かと思うんですけど、これね、何かというと USB-C ですよね。 USB-C3.0 です。なのでそもそも USB3.0 であるがゆえに、速度ってそこまで速くならないですよね。そもそもこの本体がどんだけ進化しようとも、そもそもこの伝送するこのケーブル自体の規格が USB3.0 である以上、それ以上の速度っていうのはオーバースペックになってしまうっていうことが起こると思うんですよ。で出てくるのがこちらなんです。でこれ何かというと、いわゆるこういうタイプの SSD です。だいたい最近は 2.5 インチの、SSD を使われることが外付けの場合とか特に多いと思うんですよね。これはですね、中に M.2 っていう規格の SSD が入ってるんですよ。で M.2 の規格の SSD ってこんなものです。こういう感じで、ちょうどここに箱があるんですけど、これに入ってるのがこんな、中身がこんな感じなんですね。はい。で、見たことあるじゃないですか、こういうの。でもこういうのってパソコンの中に内蔵するんだったよねっていう感じじゃないですか。あるいはもちろん、あ、知ってるよ、外付けでこういうケース売ってるよね、別売りで、それがこれなんですけど、あるよね、知ってるよっていう方もいらっしゃると思います。ただここで注意しないといけないのが、これ何の規格で伝送するか、ここがすごく重要なんですよね。もちろんご存知の方もとっくにおられると思いますし、そういう方からすると、いや何言ってんだ、そんなの知ってるよってことあるかもしれませんが、知らない方もいらっしゃるかと、一応そこを目線でね、今日はお話しさせていただこうと思うので、申し訳ないんですけど、もうすでに知ってるよという方はね、ここまで見てね、時間無駄にして申し訳ありませんが、もしよければ少し最後までね、お付き合いいただければと思います。はい。ここなんですよ、重要なのが。これ厳密に言うとこれが重要というよりもこの中身が重要なんですけどもね、これ何の規格かというと、これサンダーボルトなんですよ。でサンダーボルト4なんですよね。でサンダーボルト3にももちろん対応してます。でサンダーボルトと USB3、 これ全然速度が違うじゃないですか。40まで出るんですよね、これサンダーボルトなんで。それに対応したこのケース、こういったケースですね。これ中身はこういう感じになってるんですよ。でこれとこれを一つずつ別々で購入して、自作みたいな感じになりますけどね、自分でこのケースをパカッと開いて中にこの SSD 本体を入れて、それで蓋をして、こうケーブルとか元からついてるので、それをクッとこう挿してパソコンに伝送する。まずこれ僕が使っている MacBook Pro の M1 Max の速度です。これです。もう なんていうかバグってんのかなっていうぐらい早いですよね。でも実際これをつないでここに全部映像を入れた状態で編集すると、このスピード当たり前ですけど出ないですよね。結局ここに全部依存しちゃうんですよ、編集中のスピードとか。そういうのっていくらパソコンのスペックが高いものを買ったとしても、外付けの SSD 自体がここに全部映像を入れてここから編集してる場合ですよ、あくまでね。でそういった場合
全くもってこのスペックを生かしきることが、パソコンのスペックを生かしきることができないという状況が出てきます。これまあ当たり前では当たり前のことなんですけど、意外と盲点になっている方が多いんじゃないかなと思うんですよ。とはいえですね、 Mac のグレードアップをしてですね、 Mac の容量をもっと上げると激高じゃないですか、ね、2TB から突然次 4TB になるともうすごいいきなりなんか高い8万円とか変わってきたりとかね、してくると思うんですね。でじゃあこれはいくらするんだっていうところなんですけど、これ意外とですね、まあ高いって言えば高いんですけど、これが2万円ぐらい、これが2万円ぐらい、合計4万円ぐらいでこれが揃うんですよ。しかも 2TB です。しかも速度は、まあ、内蔵 SSD に比べるともちろん目劣りはします。だけどもうこの辺とではもう比じゃないんですよ。もうこれと、まあ、桁が違いますからね。まあこれは買って本当に良かったなと思って、これ皆さんご存知ない方がもしいらっしゃれば、もう絶対動画編集される方はね、しかもいいパソコン持ってらっしゃる方はもう絶対これ買うべきです。外付けでいつもね運用してるよっていう方はもう絶対買った方がいいです。これだけでもうね、書き出しの速度も速い、それであと編集中も全然カクつかなくなっちゃうんですよね。で僕 MacBook Pro の M1 Max を使う前までは MacBook Air の M1 チップのやつを使ってたんですね。でその前はインテルの MacBook Pro を使ってたんですけど、もうインテルから M1 になって、それがプレミアプロがネイティブ対応するようになってから、もう爆速に速くなったじゃないですか。で、あ、やっぱり M1 チップってすげえなーって思ってたんですよ。それで MacBook Pro の M1 Max が発売されるときに、まあもう少し前ですけどもね、すごく期待してたんですよ。 M1 の MacBook Air でこのスピードだったらむちゃ速くなるんじゃねと思うじゃないですか。 MacBook Pro の M1 Max、 しかも 64GB ですよ。絶対速いに決まってると思うじゃないですか。でも使ってみたとき、あれって正直思ったんですよ。そんなに速くね、なんでだ、うん、まあ確かにちょっと速いんですよ。全然 MacBook Air と比べると全然、まあ比にならないくらい速いのは速いんですよ。だけど想像してたほどではなかったなって、なんか僕はなんかショックを受けたんですね、その時に。で、まあ、僕がバカだっただけで、全然無知だっただけでですね、無知っていうか分かってはいたんですよ、頭で知ってはいたんですよ。 SSD が大事だということはもちろん知ってはいたんですよ。だけどこの速度をそこまで完全に僕バカすぎて盲点になっちゃってたんですよ。なのでこれをずっと使ってたんですね。変わらず M1 MacBook Air を使っていた時から、そのまま同じ SSD を M1 MacBook Pro の M1 Max の方で使ってたんですよ。片やメモリ 16GB で、片やメモリ 64GB になっているにもかかわらず、ほとんどそれほどの差を感じなかったっていうね、まあなんかそういうことがあったんですよ。で、おそらく皆さんの中でもそういう方いらっしゃるんじゃないかなと思って、この動画撮ることにしたんですね。まあ知ってる方もの方が多いかもしれません。だけど、少なくとも僕は知らなかったんですよ。知らなかったというか知ってたけど、そこに気づかなかったです。なんかスペック上げた割には遅えなってぐらいの感覚でしか、まあ、そのままずっと別にそれでね、何か不自由あったわけじゃないんで、そのまま普通に使ってたんですよね。ところがこれに変えた瞬間も、何だったんだ今まではと、いうぐらいもうね、サクサクなんですよ。例えばですけど、ノイズが入っちゃったりとかした時にね、編集してプレミアプロでですね、例えばニートビデオとかをご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、そのノイズを消すプラグインですね、それを外部プラグインなんですけど、それを僕は入れてるんですけど、それを適用した時にもう極端に遅くなるんですよ。そのシーケンスがもうなんか全然編集画面が動かなくなっちゃうんですね。なのでいちいちレンダリングしてっていうことをやらないといけなかったんですけど、これに変えてからね、なんと動くんですよ普通に。これびっくりしませんか。もうニートビデオですよ、クソ重たいあれが動くようになる、これだともうありえなかったんですよね。例えばレンズフレアとか、あれも結構重いじゃないですか。あれで M1 MacBook Air の時はもう間違いなく動かなかったです。ただ M1 MacBook Pro、 M1 Max の方のパソコンに変えてからはレンズフレアぐらいだったら普通に動くんですよ。ところが 4K の動画を、3枚か4枚ぐらい重ねて、それでこう縦割りでね、そこにそのレンズフレアとか入れちゃうともう動かないんですね。なのでレンダリングしないといけない。ところが動くようになりました。動くんですよ。ぜひ皆さんもね、一回ちょっと試してみてもらえたらどうかなと思うんですけれど、はい、これはもう絶対買いです。でこれね、自作なんでちょっとめんどくさいんですよ。こういうのだったらもう普通にもう買ったらすぐ使えるじゃないですか。何も組み立てなくていいですよね。ただこれは
4万円という破格値で、まあ、破格値なんですよ、このクラスで。これ4万円って実はもう2年か3年前だったら考えられない価格なんですよね。そもそも SSD の価格がね、この2021年ぐらいから急に下がったんですよね。なので、その恩恵を受けて今購入のタイミングとしてはもう超いいタイミングであると言えるかと思います。で、この2つを購入して、それでこれはね、サムスンの SSD で 980 Pro っていう SSD なんですね。これ実はまあ今これもっと新しいのも出てるんですけど、990っていうのも出てるんですけど、僕はこの980にしたんですよ。これで十分だなっていうふうに感じたんで、こっちの方が安いんですね。これで1万8000円ぐらい、Amazon で現在価格になってます。で、これのもう一個上のグレードの990っていう方は2万6000円ぐらいだったんですよ。まあそんな7000円ぐらいしか変わんないっちゃ変わんないんですけど、まあスペックとしてはこれで十分かなと思いました。同じ2テラなんですけどね。で、もう一つこのケースはオリコっていうケースなんですけど、これの僕はシルバーにしたんですね。グレーとシルバーあったり、まあ、あとはここのね、模様がいろいろ違うものがあるんですけど、これが一番かっこいいなと思って僕はこのタイプのシルバーを購入しました。こんな感じになってます、はい。で、これいきなりね、この2つ来て、これどうつけたらいいのっていうのって、まあ、簡単なんだけどちょっと怖いじゃないですか、精密機器なんで。なのでちゃんと確実にちゃんとどうやったらつくかなっていうのを知りたいじゃないですか。こんな感じなんですよ。これこうやってね、まずね、ネジをね、一回開けるんですよ、このケースのね。この裏のところにネジがついてるんで、しかもこれケース買ったらこの精密ドライバーも一緒に梱包されてるんで、もうすごい至り尽くせりです。もうこれ買ったらもう何もあといらないですね。ケーブルもいらないし工具もいらないです。で、まず外蓋をこのように開けます。で、開けましたらこんな感じになってるんですよ。で、もう中ももうなんかね、本当にいかにも精密な感じで、ちょっと静電気気をつけないとなっていうような感じにな作りになってると思うんですけど、そこに SSD ですね、こんな感じで差し込みます。で、差し込んで、で、これね、こっちにではなくてこっちの方にですね、 SSD の基板に貼るなんかね、それ SSD が結構熱くなるので、それを冷却させるためのその冷えピタシートみたいなのが入ってるんですよ。 こっちの方に、この、ケースの方に入ってます。こっちには入ってないのでね、こっちどんだけ探しても出てこないです。こっちに入ってます。で、これを上からペタッとこんな感じで貼り付けます。で、これ貼り付けたら、その上にカバーがありますので、こういった感じの黒いカバーです。で、これを SSD のその上にパチッとこうね、軽くポンと乗せるっていうような感じで十分です。で、それだけなんですよ。で、あとはもう締めるだけなんですね。こういう感じで、ここのネジを締めないといけないんですけど、このネジを締めて SSD を固定するって感じですね。で、ここまでできたらカバーを締めて、最後外側にあるこの辺にあるんですけどね、まあ、こんな感じでネジを締めるんです。これで終わりです、はい。ただここね、ちょっと注意した方がいいのはね、その冷却マットみたいな、これね、あるじゃないですか。これね、両面テープみたいに両方ともセロファンっていうんですかね、透明のシールみたいなのが剥がせるようになってます。で、両方ともちゃんと剥がさないとこれ意味がありませんので、必ず裏面と表面両方ともを剥がして装着するようにしてください。で、まあ、最初まあ裏面剥がして、ここの基板にこうやってひっつけますよね。で、ひっつけたら、あと表面の方のね、セロファンを剥がして、で、このカバーをつけるって、こういう段取りでね、つけてもらえれば大丈夫かなというふうに思いますので、それであとは蓋を閉めて、そしたらもうすぐ使える。まあフォーマットはしないといけないんですけどね。で、一つだけね、これね、余計なものつけやがってっていうのがあってですね、これここなんですよ。まあ、これ見ていただいたら分かると思うんですけど、このね、これいらなくないですか、この USB-A Type A。 これ本当邪魔で、これ差し出すときにこうなんかパソコンが傷つきそうで、なんか嫌なんですよね。で、これもうちぎってしまおうかなと今ちょっと考えてるところなんですけど、まあまあ今はまだちぎっていないですけどね、近々ちぎろうと思っています。だからっていうぐらいこれちょっと邪魔なんですよ。結局 Mac で僕は使ってるので、全部 MacBook Pro って全部、まあ Air もそうですけど、端子 A なんてもう今 M1 の機種ではないじゃないですか。なので、まあ、僕はいらないんですけどね、僕にはちょっとこれね、本当邪魔でしかない。まあ欠点で言えばそれだけです。それ以外何もありません、この欠点。あとね、もう一つは持ち運びちょっと注意しないといけないんですよね。規制されているものだともう完全にね、これ防塵防水にもなってますし、まあ、これはハードディスクなんでね、そもそも丁寧に扱わないといけないって頭があるじゃないですか。で、 SSD ってどこかで、なんか SSD だし衝撃にも強いよねっていう感覚があると思うんですけど、これはどっちかというとハードディスクと同じような感覚で扱った方がいいです。一番注意しないといけないのが、衝撃はもちろんのことなんですけれど、静電気
時だけちょっと怖いなこれって思ってるんですよ。でまだこれ持って海外へ出たことがないの、飛行機に乗ったことがないので、あの赤外線通してどうなのかとか、まあ、そういうのも全然まだ分かんないんで、まあ、ちょっとまた近々ねまた海外行くんで、その時ちょっと持って行って結果報告の方もまた皆さんとシェアしていければなというふうに思うんですが、まあ、おそらく大丈夫だとは思うんですけどね、それは確認しておく必要があるなというふうに思っております。フィルムリッド、はい、というわけでね、こんな感じで、これね、もうマジいいです。あ、そうそう、それでね、あの僕、今更ながらなんですけど、ZV-E1 買ったんですよ。ZV-E1。で、今日ね、虎の日って言ってね、あの、日がすごくいいんですよね。あの、なんかスピリチュアルになっちゃってますけど、あの、虎の日っていう日があって、今日がそうなんですよ。今日が、これ撮ってるのが、8月の12日なんですけどね、その日に使ったお金は全部返ってくるっていうふうに言われてる日なんですよ。あの、8月12日、今日の虎の日っていうのはね。で、あの、その、まあまあそれちょっと冗談なんですけど、まあたまたまタイミング的にちょっと今日買ったんですよ。あのなんでそれを買ったのかっていうところをね、ちょっとこれどうしてもむちゃくちゃ悩んだんですよ。アルファ 7S3 をもう一台買うか、それとも FX3 をもう一回買うか、それとも FX30 を買うべきなのかとかね、もうむちゃくちゃ悩んだんですよ。だけど結論 ZV-E1 にしました。これまたちょっとこれはなんでそうしたかっていうところについてね、また今度あの皆さんと、まあちょっと悩んでおられる方は中にもしかしたらいるかもいらっしゃるかもしれないんでね、 E1 どうしようかな、買おうかな、いらねえかなって思っておられる方もね、このあの僕の動画見ていただいてる方はね、 FX3 とか持ってらっしゃる方結構多いと思うんでね、どうだろう、サブ機にどうだろう、どうなんだろう、業務としてどうなんだろうってね、あの僕は業務でバリバリ使っていくつもりで購入しております。で、まあそれをどういう風にして使っていこうと思って ZV-E1 を購入するに至ったのかということを、皆さんともしよければシェアしていきたいなと思ってますので、次回の動画もぜひ見ていただければ嬉しいなと思います。いつになるかちょっとわからないんですけどね、ちょっと超忙しいんですよ、マジで。本当にありがたいこと言えば超忙しくて、クライアントワーク超楽しいです最近本当に。あのぜひね、この辺も皆さんとね、また、どうやってそういう楽しくやってるのかっていうこととかね、どんなことが楽しいと思ってやってるのかとか、まあ、そんなところも、まあ、インスタグラムの方ではね、あのちょこちょこそういうこと書いたりとかしてるので、フォローしていただいてる方はね、ああ、うん、なんかこういうことだよねとかって分かっていただけてるかと思うんですが、まあ、YouTube の方でもねシェアしていきたいなというふうに思いますので、チャンネル登録の上、次の動画をお待ちいただけると非常にありがたいです。フィルムリッド、はい、というわけでね、毎度毎度あの長い動画になってしまって大変恐縮なんですが、ちゃんと2倍速で今回も見ていただけましたでしょうか。はい、今回でちょっと言葉で言い忘れたので、まあ、あのテロップで出してたかと思いますが、2倍あるいは 1.5 倍で、僕の動画を毎回見ていただけるようにしていただけると非常に嬉しいなと思います。はい、というわけで今回の動画は以上となります。それでは最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。